お、シルビアちゃんとスクワットが挨拶してるね。この二人実は恋人関係らしいです。ただ最近フランクがシルビアちゃんのことが好きみたいで三角関係に陥ってるみたいですね。はい、どうも、シャチクです。今日は4月の26日か。いや、なんか本当に1日過ぎるの早いね。ついこの間あつ森出たわって言ったんだけど、もう気づけば1ヶ月以上経ってるということで、皆さんどうお過ごしでしょうかね。だってあと数日後にはゴールデンウィークが始まるわけでしょ。まあ今年に限ってはゴールデンウィークではないと思うんですが、なんかね、噂によると沖縄旅行に行く人がめちゃくちゃ増えたみたいなニュースが今話題になってますが、皆さん沖縄に行かないでくださいね。ちょっと今の状況で沖縄に人が殺到したらやべえことになるよ。あ、今そういったところで今日はね、ちょっといろいろ話していきたいんですけど、まあ、4月ももうすぐ終わるということで、まあ、4月中にやらないといけないことって何なんだろうなっていうことをちょっとね、ツイッターでアンケート取ったんですよ。で、アンケート取ったんですが、正直言っていいですか、やらないといけないことあんまりなさそうですね。うん、4月しかできないことって実はあんまりなくて、やっぱりその虫とか魚とかそこら辺がメインになってくるのかなと思いました。まあ桜っていう意見とかもあったんですけど、現時点ですでに散ってるからそこに関しては濃淡ですね。はい、そういったところでね、4月で消える虫と魚について話をしていきたいと思います。で、まずですね、魚についてはカレイ、マグロ、カジキが消えるみたいです。特にマグロとカジキは結構ね、入手難易度が高いんですよ。まあ高いということで、もし4月中に釣らないといけないわとか、コンプリート目指してるんやっていう方がね、いらっしゃいましたら、まあ今のうちに釣っといた方がいいのかなと思いました。魚図鑑コンプリートしたいんであれば今釣らないと結構厳しいですからね。あとは虫に関してはみんな大好きタランチュラぐらいしか4月で消える虫っていないみたいです。そう考えると3月と比較すると結構楽っすよね。4月までにやらないといけないことそこまでないんで。ちなみにタランチュラって捕まえてない人ってまだいるの？昔はね、こんなにたくさんタランチュラって出なかったんですよ。なんかよくわかんないけど今作はタランチュラやたら出てきますよね。いや、昔は本当にね、ガチでレア虫だったんですよ。レア中のレアだったんですが、なぜこういうことになってしまったのか、もはやレア虫じゃなくてモブですからね。あとはですね、低木関連になってしまうんですが、低木の花が咲く時期は季節によって実はね、異なるんですよ。まあまあまあ、ここに関しては昔の作品からやってる方ならすでにご存知だと思うんですが、ツツジの花を咲かせるには4月中までじゃないとダメなんですよね。だから、まあ、今のうちにツツジの低木を植えて、それで花を見るっていうのも一つありかもしれませんね。5月になったら花がまたなくなっちゃうから、まあそれまでの期間っていうことですね。まあどうしてもツツジが見たいよっていう人かなり少数派だと思うんですが、まあまあそこに関してもね、認識していただければなと思います。まあそんな感じかな。本当にね、4月にやらないといけないことって本当にそこまでないんですよ。まあラスト3日間はみんなマグロ釣りとか、まあ、カジキ釣りとかに勤しむ方が多いんじゃないかなと思っているんですが、僕もね、まだマグロ釣ってないんですよ。だからマグロ頑張って釣らないといけないな。で、マグロに関しては桟橋ってあるじゃないですか。桟橋で出現するんですよ。だから、まあ、明日ぐらいかな、明日ぐらいから桟橋に張り付こうかなと思ってます。はい、まあそういったね、話はさておき、あつ森をやっていきたいわけなんですが、今ですね、博物館に来ておりまして寄贈しております。最近ね、寄贈サボってたんだよね。割とストックしている虫たちが多分ね、収納ボックスに入っていると思うので、それをね、こういった形でちょこちょことね、寄贈しに行きたいと思います。だけどさ、寄贈するたびに思うんだけど、せっかくだったら風太くんの話聞いた方が面白いよねっていう、まあそういった形で今ね、わざわざ風太くんの話を聞いてたわけなんですよ。風太くんの話って割と面白いからね、僕は個人的にものすごく好きなんですよ。皆さんはどうですか？めんどくせーって思って飛ばしてんじゃないの。
ただ割とね熱心に話してくれるし知らないこと知れるから意外におすすめですよ。手紙来てるかな、ちょっと見ていくか。お、なんかいろいろ来てるんじゃねえか。ひょうた、やってるか社畜、日頃世話になってるから今日は改まって感謝の気持ちを伝えるぞ。社畜、これからも良きライバルとしてお互い筋肉鍛えような、気合だ。ひょうたより。で、ひょうたくん、大事なもの忘れてない？プレゼントは？なんかさ、感謝の気持ちって書いてあったからプレゼントを若干ね期待してたんですが、ちょっと悲しかったですね。まあまあまあ、良きライバルかどうか分かりませんが、ひょうたともねこれから仲良くしていきたいと思います。気合だって、なんかこのフレーズどっかで聞いたぞ。大丈夫これ？実況者からの手紙はまた今度ネタにするか。社畜さんのお部屋は16845ポイントランク B。 お部屋にゴキブリが湧いていてインテリアどころではありません。これは大きなマイナスです。ごめんなさい。確かにゴキブリ湧いてたなこういう反応されるんだ。今初めて知ったわ。ゴキブリどころじゃありません。あ、クーポンもある、ありがとう子供ちゃん。こないだファッションチェック受けたんですよね。で、フランクからも来てます。聞いてくれるかい社畜くん。僕ってシティボーイでしょ、だから都会の水の方が自分に合ってると思っていたのさ。でもこの島に越してきてから考え方が変わったんだ。この島の水が一番だよ。住めば都、フランクよりらしいよ。みんなシティボーイってなんか面白い言い方やな。今の時代シティボーイなんてあんま言わないでしょ。まあなんだかんだでうちの島だとフランクもだいぶ子さんメンバーですからね。はい、ということで住民に話しかけに行きたいと思います。で、誰かいるかな。お、シルビアちゃん、最近スクワットとどうなん？2人付き合ってるんでしょ？まあ知らないけどさ、ごめんね俺が勝手にそんな設定考えちゃって。ここの暮らしにも随分慣れたよ。ちょっとばかし不便なとこもあるけど、住めば都とはよく言ったもんさ。なんかさ、最近みんなひどくないか？ここの暮らしにも随分慣れたよとか、なんかさ何気にディスってるよねうちの島。おや、喋り足りなかったか？まあ喋り足りなかったというか会話終わんの早すぎやね。もうちょっと話そうよ。ハッピーホームアカデミーの結果はもう見たのかい？まあ見たけど、ちょっととんでもないこと書かれてましたね。ゴキブリがなんちゃらかんちゃらとか。うちはまあそれなりにって感じかな。ほんまかいな。シルビアちゃんってうちの初期住民だから家具が限定されてるはずなんですよ。だからそこまでね点数高くないはずなんだけど、ちょっとそれ持ってない話大丈夫？おや、ユーカリちゃんがなんか寝ようとしてるぞ。てか寝てるじゃねえか。どんなところで寝てんだよ。ちょっと起こしてやるか。これってさ起きるんかな、ちょっと試してみる。と、起きませんでしたね。これさ喋りかけることもできないし、網で叩いても反応しないし、もう完全に瞑想状態ですね。今初めて知ったわ。よーカルピちゃん、相変わらずカルビ焼肉弁当みたいな匂いするな。わーい、話しかけてくれてありがとね。じゃあお話しよう。レイジ君のお店で買える木の苗、あのたぬき商店でも売ってないんだから、かなりレアだよね。そうそうそうなんですよ、言い忘れてた。レイジの売ってくれる木の苗とかって実はねたぬき商店で売ってないものが売られてるんですよ。ちなみに花の苗に関しても確か同様でしたよね。いやー素晴らしい、レイジありがとう。今作のレイジはなかなか重要キャラですからね。おはよう、朝から会えるなんて嬉しいわ。ほんとかいな。今日も島に吹く風が心地いいと思わない？ふとした時に感じる潮の香りに胸がキュンとなるの。いやーこれはさすがロマンティストユーカリですよ。はい、まあそういったところでね、本日の動画この辺りで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひこの機会にチャンネル登録をしてこれからも来ていただければ幸いです。あとはですね、島訪問の再生リストも作っておりますので、もしよろしければそちらの方をご覧いただければと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。